どうも、トーゼルです。はい、ということで本日もこちらクラッシュオブクランやっていきたいと思います。さあ、ということで、今日ね、資源狩りやっていきたいと思うんですが、今ね、こちらのイベント、バルキリーと、ゴブリンかな、これを使ったら、アイテムがもらえるよっていうイベントが来ていて、多分ね、この動画、出す頃にはイベント終わってしまってるかもしれませんが、こちら今日はやっていきたいなと思います。で、バルキリーはもう実は終わっていて、10回分、今回結構ボリューミーなんですよね。10回、マルチで勝たないといけなくて、10回分バルキリー終わっているので、今日はね、こちら、ゴブリンを、やっていけたらなと思います。エメラルドもらえるのは熱いですね。あと、ポーションも、結構価値が高いのでね、こちら頑張ってゴブリンを使ってやっていきたいなと思います。ゴブリンとかマジ、イベントを、じゃないと使わないですよね。てか使ってる人いるのかな？どうなんだろう？資源狩りに普段ゴブリン入れてますみたいな人いますか？あんま見ないですよね。敵がゴブリン使ってくるのもあんま見ないし、まあ、クラン対戦とかでも本当になんかちょっとした削りとかでね、使う人はいますけど、まあ、ほとんど、ね、見られない、ユニットかなというところで、ダークエリクサーちょっとあるけど、そうだ、あ、そうだ、ちょ待って、あのね、そうだそうだ、一番最初にやるの忘れてた。今日はちょっとババキンを、レベルを上げたいと思います。あの今20万ダークエリクサーこちらがっつり溜まっているので、これを工事してさらに本をバンと一瞬で使って、で最後の、こちら報酬ですかね、これを受け取って、さあ全部の報酬受け取り終わりました。今ね、本が2冊あったんで、受け取れない状態が続いていたんですが、これで全ての、報酬を受け取り切ったという感じで、もう来月、今月はやり残すことないですね。あとはもう、あの大工さんを働かせまくるだけということで、頑張っていきましょう。じゃあ、ゴブリンやっていきます。そう、このね、イベントも、最近ね、結構動画が、あれなんですよね。あの出したい動画がありすぎてめっちゃ動画が公開待ちみたいになってるんですよね。でさすがに1日10本とか出すとみんな見切れないじゃないですか。だからなるべく抑えて1日6本とかにしてるんだけど、それでもね、出したい動画やりたいことがたくさんあってあの今の私のテーマはですね、4月5月6月あの次の夏までにはちょっといろんな新しいことにチャレンジしたいなと思ってて、まあ、これ何回か言ったと思うんですが、その今までやってこなかったこととか、なんかちょっと我慢してたこととか、もう含めてもうガンガンなんかあのいろんなことにチャレンジしていく、チャレンジングな3ヶ月にしたいなと思ってこの3ヶ月やっております。なんでいつもと違うね、なんか雑談動画だったりだとか、まあ、ちょっと茶番が強めの動画だったりだとか、なんかあの他の人のねリスペクトパロディだったりだとか、まあ、なんかあのいろんなジャンルの動画が最近ドズルチャンネルは増えてると思うのでお気づきの方もいると思うんですけれども、ぜひ見ていただければなと思います。なるべくクラクラかリムワールド、その僕は村作り系って呼んでるんですけど、まあ、村を、育成する系のクラクラかリムワールド、とかは1日1本上げたいなと思っているので、まあクラクラ上がらない日はリムワールド、リムワールド上がらない日はクラクラみたいな感じで、まあ、どっちか上げようと思ってます。はい、ちょっとゴールド少ないけどもここら辺で行くか。ダークエリクサー3500だったらまあちょっとでも少ないな、ゴールド、さすがに。まあ、いっか。行こう。次の編成できてるかな？多分次の編成できてる。ゴブリンとかもほとんど使ったことないから、どんな感じかも、様子を見たい。こっちから行くか。援軍出てくるかも。援軍は出てこない。あ、そうだ。いいこと思いついた。グランドオーデンにゴブリン重ねたら無敵じゃない？真ん中に、行くよ。真ん中にゴブリン出して、ゴブリン長いな、このタップが。ゴブリンめちゃめちゃタップしないといけない。で、レイジ状態からのカーンやって、さあこれでどうだ？ゴブリンが無敵状態になってる。まあでもあれだな、真ん中の、あ、ゴブリンすげえ、ゴブリンすげえ。めっちゃ頑張ってる、めっちゃ頑張ってる。オッケーオッケー。ただゴブリンを出すのに夢中になって、あれかも、ディガーにヒール打つの忘れたから、ディガーがいつもよりやられてるかもしれない。頑張ってくれ、ディガーくん。まあでも前回はさすがにいけるか。タウンホール11ですからね。タウンホール11はね、割としくってもどんな編成でも前回は行くんですが、ちょっとやばい。なんなら欲を言うなら、ヒーローたちがやられてほしくないんで、ちょっとディガーにヒールかけます。ヒールケチって、ヒーローたちがやられてしまうとそっちの方が高くつくからね。OK。前回も余裕だし、ヒーローたちもある程度のダメージで抑えれましたかね。
ゴブリンプラスグランドオーデンの金は結構強いですね。あ、そうだ、トロフィーあんま気にしなくて、あ、でもあ、それじゃ意味ないか、勝たないと意味ないのか。あの外にある資源をグランドオーデンの金プラスゴブリンで刈り取ろうかなって思ったけど、勝たないとこの報酬もらえないんだった、意味ない。さあこれで美味しく、資源もいただきつつ、これで OK だよね。あ、1カウントなってますね。次のゴブリン編成もできてると完璧。待って、期間限定のやつをしながら、あ、ブーストも一応しとくか。ちょっとゴブリンもう10回終わらせたいんだけど、さすがに動画のこの動画だけで、10回終わらせるってなるととんでもない時間に、動画の時間2時間とかなっちゃうからこれで一点いきますかね。あ、ポイズンができてない。よし、これで OK かな、まあ、とりあえず行きますか。あ、でもグランドオーデンだけ回復を待とう。グランドオーデン回復したら、行きたいと思います。そう、最近さっきも言ったけど、いろんなジャンルの動画が増えてて、まあでもね、平日だとやっぱね、みんな動画の本数が5本以上超えるとちょっと見切れないですよね。まあ5本というか、まあ、2本でも多いよみたいな人も多い、いるかもしれないけどまあでもね、別に一本一本あの手を抜いて量産してるわけじゃなくて、結構ね、最近あのクラクラの動画もそうなんだけど、全動画編集も入ってるし、あの一本一本ちゃんとね、あの心を込めて作ってるつもりなので、ぜひあの時間があるときに他のシリーズも見てほしいです。はいまあでもあれですよね、クラクラもリムワールドもあの私すごい好きで、こういう村作りがね、昔から好きなんですよ。あのちっちゃい頃にレゴブロックでよく遊んでて、こうレゴブロックで街を作ったり家を作ったりするのがすごい好きだったんで、まあ、そういうところでね、こういうちっちゃいあの村とか村シュミレーションとか村作りとか、まあ、クラクラみたいにね、こういうなんていうのユニットを配置してみたいな、あのタワーディフェンス系とかもすごい好きなんですよね。今後もなんかそういうジャンルでしっかり再生数が取れるようになるとすごい幸せだなと思ってま、再生数は基本あんま気にしないようにはしてるけど、まあでもね、完全に気にしなかったらやっぱ、生きていけないのでだからまあ好きなゲームで、食っていけれるように頑張りたいなと思ってます。あ、もちろん今好きじゃないゲームやってるわけじゃないよ。基本的に全部好きなゲームしかやってないんですけれども、まあ、その中でも特にね、やっぱシミュレーションゲームとかこういう村作りは好きなので頑張っていきましょう。クラクラは来月のミッションまではとりあえずまったりプレイかな。イベント今回来てるんですが、あ、クラン対戦リーグ始まるのか。クラン対戦リーグめっちゃやりたいんだけど、あの今私がお邪魔しているサメディ男爵クランはですね、結構クラン対戦ガチだから、なかなかね、あの僕をメンバーに入れ、僕の戦力じゃなかなかメンバーになれないんですよね。だからどうしようかな、新しく自分でクラン作ってもいいけど、クラン対戦リーグ限定で、まあ、でもそうするとな、援軍が生まれないのが私的に一番、きついんですよね。援軍はやっぱ不要で埋まってほしいんで、まあ、でも今あれか、ゴールデンパスがあるから、みんな援軍はもう一瞬で入れれるようになるのかな。援軍入らないとやっぱきついですよね、資源狩りしようってなった時に夜中とか。うーん、ダークエリクサーあるけど、もうちょっと高みを目指していこう。最近結構ね、トロ下げしてて、トロ下げって言っても、あの戦ってるとね、だんだんトロフィーが上がっていくんで、あのちょうど4100付近になるように調整してます。あれですね、あれなんだったっけ、タイタンか、タイタン3ギリギリぐらいにあの入れるように。タイタン3が多分一番ね、こういいんですよね、私の生活リズム的に。そう、1日に100回も200回も攻めれないので、まあ、1日ちょこちょこっと攻めるんですが、勝利ボーナスがしっかり高くて、まあ、敵もきっちり出ると。これちょっと高くなってくると、タイタン2とかタイタン1になってくると、敵がね出なくなるんですよね。敵出ないの結構致命的じゃないですか、辛いんで、まあ、敵が出つつ、かつ勝利ボーナスがしっかり美味しいタイタン3をちょっと、ホームトロフィーにしたいなと思います。あー、ここ行きますか。そんなにめちゃめちゃ美味しいわけじゃないけど、30万3000最低限あるし、村の強さもそこまで強くないので、ここ行きたいと思います。こっちからかな。ゴブリンちょっと生かしたいな、うまく。ここまでは普通通りで、ディガー出してババキン、ゴブリン、ゴブリンやっぱ範囲攻撃に弱いからな。援軍来た、
援軍バルーンか。さあグランドオーデンの使いどころがすげえ難しい。さあ結構両サイドやられてるかな。真ん中のディガーにヒールかけつつ、おそらく前回行った気がする。この進み具合は。さあ頑張って、アチャクイとグランドオーデン完全に両サイド分かれちゃったけど、いやーどうだろう、前回厳しいかな。さあヒールかけて、いやーちょっとヒールが、いやでもいいヒール、いいヒール、 OK。 シングルインフェルの次第だな。多分前回行ったと思うけど、防衛施設もそんなにないし、 OK 行きましたね。グランドオーデンが全部やられちゃったのが痛い。ヒーローの回復時間、ヒーローの回復時間も短くなってますよね、おそらく。短くなってるはずなんだけど、やっぱりなんだかんだ長いからな。OK、ゴールドもたくさんもらいまして、さあ、6300万。1、10、100、1000万、10万、100、あ、630万か。盛りすぎた。630万ゴールド、今ある状態かな。ゴブリンさん、ちょっと、あれしたいな。ゴブリーをもっと有効活用したいけど、まあ、気長に行くか。あと8回またやらないといけないもんね。8回のうちにコツコツ、積み上げていきましょう。じゃあ今日は、大工さん、あとアーチャータワーが50分で工事が終わる。最近結構いいペースでね、大工さんずっと働かせれてるんで、今日はこれでいこうかな。アップグレード。1週間、ちょうど1週間ぐらいかかる。OK、アーチャータワー工事させて、で、あと1時間後にまたアーチャータワーが開くので、で、次、明日もまた開くのか。いい感じですね。カンストもだんだん近づいてきているかもしれない。あと、アーチャータワーと、ボムタワー。ボムタワーとか高いんだな、ここら辺。ウィズと、あ、だからちょっと、今、20% オフになってるじゃないですか、この特典でね。20% オフになってる間に、もう一個何かしら、高いやつ着工できれば、すごい嬉しい。あと、シーズン報酬がね、めちゃめちゃでかいので、シーズン報酬も、受け取ったときに、シーズン報酬どの方式で受け取れるんだろう、どんな感じなんだろうね。まだちょっと初めてのことだから何もわからないことだらけですが、じゃあ一旦今日は、こんな感じでゴブリンを使った編成で、ね、終わりにしときましょう。また次のイベントはクラン対戦リーグなので、クラン対戦リーグの動画も撮れたらいいな。最近クラン対戦リーグ本当に全然入れてないんでね。もし私ドズルがクラン対戦リーグ入ってもいいよ、かつ援軍も秒で埋まりますよっていうクランあれば勧誘していただけると、スーパー嬉しいです。ぜひ皆さん勧誘してくださいということで、じゃあ本日のね、クラクラ動画はこんな感じで終わりたいと思います。また、まったり続けていきたいと思いますので、ぜひご視聴よろしくお願いいたしますということで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。